はい、今日はね、ダイソーで買った300円の、腕時計の、ベルトの部分ですね、その長さを調節する工具を、買ってみたので試してみたいと思います。なんか注意書きが書いてあるけど、高級な時計、ダイバー時計などは絶対使用しないでください。自分でやってさ、壊れてさ、ダイソーにどうしてくれんだっていうようなさ、変な客いるだろうね。なんか一応書いてるんだろうね。これに限らずさ、そういう変な人っていうのはぶっちゃけね、ちょっと言葉悪いけどいるからね。はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。私は壊れてもね、自己責任ってことを自覚してますのでね、大丈夫です。はい、シンプルですね。こっちが約 0.9 ミリの棒で、こっちが 0.8 ミリか。ちょっとカメラ越しだと分かりにくいかもしれないけど、実際に見たらね、分かります。大きさが違うのがね、はい。これで、時計に刺さっている、ピンを叩いて抜いて、調節するというシンプルな道具でございますね。でも、難しそうですね。はい、あと、ちなみにね、今、ちょっと光テレビのね、ダビングをしてるんですけどね。あと、かつ視聴しながらのね、ながら作業でございます。はい、じゃちょっとやっていきます。こっち側に5つあって、こっち側がね、6個ついてるんで、こっち側のね、ベルト1つは外そうと思います。ちょっと長かったんでね、1つ外します。ぴったりって感じだね。これより短かったら入らないじゃないかな。ちょっと判定が試してみよう。この5つのタイプ。あら、短い、やばい。これって、そうか、こうすればいいのか。ちょっと短くもね、対応できそうだ。ちなみに今裏側なんですけども、このわずかな隙間からね、ピンが飛び出てくるという仕組みですね。難しいね。でも少しずつ下がってきた。最初硬いけど、あと一気に抜けた。抜けた。ほら。この矢印が下の方に向いてるんだけど、こっちをね、下側に合わせてセットする必要があります。もう一回ここね、叩きます。叩いて、ピンを抜いて、この部分を取ります。ダメだ。ここじゃなくて、じゃあこっち側の、留め具外します。ピンもちゃんと出る位置で固定します。ちょっとね、強く叩かなくても今スポッて抜けた。ちょっと強く押したら普通に抜けましたよ。叩く必要なかった。で、一旦これで仮で大きさ合うかどうかちょっとやってみようかな。飛び出た方から逆向きに刺していけばいいのかな。普通に刺さる。ここの、飛び出た部分を軽く叩いてあげれば、入るはず。こっちの部分で、叩くんだね。普通に入りましたよ。意外と簡単だったね。じゃあちょっと腕時計はめてみます。キットソンです。少しだけ緩いような気もするけど、よしとします。今この取ったやつは元に戻しておきます。これをちゃんと刺して、叩かなくてもちょっとこうせば大丈夫。で、この中に保存しておきます。はい、ダイソーで買ったね、300円の腕時計のベルトを調節する工具をね、試してみたというだけの動画でございました。意外と簡単でした。あとこの腕時計の穴の大きさとね、比べてもね、すぐに分かると思います。こっちの方が小さい、こっちの方がちょうどいいっていうのがね、私のキットその時計だと 0.9 ミリのやつでぴったりでございました。はい、ではでは。